リンナ熱々夫婦。この番組は家族、友人、恋人、ご近所、人と人とのつながりや絆をテーマに、日曜日の朝あなたの心をほっと温めたい、そんな思いをテーマにした癒し系番組です。おはようございます、原田信郎です。おはようございます、遠藤信子です。神戸のラジオネーム富山さんの旦那さん61歳からお便りをいただいております。ありがとうございます。蚊が出始めたので蚊取り線香を焚きました。そうですね、もうそういうシーズンになりましたね。出てきましたね。私は抹茶が好きで、買ってきますが、嫁は抹茶をつけられません。こういう人やはんねんね、抹茶ね、やはり日本の夏はアナログですね。蚊に噛まれながら来る夏を待ちわびます。マッチでも確かに家にないっていう方多いかもしれませんよ。ああそうかな。だって今時はライターとか着火マンみたいな、ちょっと花ライターでねつけるやつとか、そうやね、マッチがね、いやお仏壇のあるうちなんかは必ず昔はマッチでしょ、ね、うちも母が使うから置いてありますけども、あれ結構あのシュッて、あの感じ僕は好きなんですよ、マッチの感じは、ライダーでカチッとかじゃなくって、なんかこう擦れるじゃないですか。あそうですね、擦れてわって火が、はい、わかります、火が出てくるという、そうですよね、あれ結構好きなんですけど、あ雰囲気わかります。でもそれが怖い、多分怖いんですよね、って思ってはるかも。短いじゃないですかマッチって、でも炎がここには指先にあるっていうのに慣れない、すぐ近くにそう火が出てくるという、なんかすごいってこう掘らないとやけどするんじゃないかと思うんだと思う。そうやろうね、そうか、まあまあでも蚊は嫌だけど夏を楽しみましょう。そうですそうです、手洗いの時とかね、はい、マッチをスッとするだけで、はい、ふわって匂いが消えるんですよね。それ私友達とハワイ行った時その友達やってました。そうでしょ、気にせんでいいよって言ったけどシュッて吸って丁寧にやってくれてました。そうそう、そういうのにも使える、そういうのにも使えるし、ね、まあ、練習していただいて、富山さんの旦那さんの奥さんもつけられるようになってください、はい、ということで皆さんからいろんなメッセージ今日もお待ちしております。日曜日の朝あなたの心をほっと温めるのぶりんの熱々夫婦、最後までお付き合いください。この番組はバリューネットワーク生豆腐の藤田食品の提供でお送りします。のぶりんの熱々夫婦 AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。私のうふふ、皆さんの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふふっと笑ってしまうようないろんなお便りをご紹介します。そして番組で紹介したメッセージはうふうふふうふふふふのうふふポイントで評価します。今週最もたくさんのうふふを獲得したお便りにはのぶりんの書直筆サイン入りクリアファイルをプレゼントいたします。はい、それではまず最初のうふふです。はい、堺市のハッピースマイルさん65歳の男性でございます。ありがとうございます。妻は私の野菜嫌いを分かっていて、料理を工夫して作っています。偉いな。ほう。ある日は野菜たっぷりの味噌汁、ある日は舞茸たっぷりの味噌汁など、ほう、ゴロゴロと具沢山な味噌汁が体にいいと思っていろいろと栄養を考えて作っています。はい、ほう、いいですね。たまに味噌汁の中に、私の大嫌いな人参やナスビなどもたくさん入れると、はい、私は、なんやこれは、食べへん、と文句を言い、些細な喧嘩をします。食べて。
人参とかナスビが入ってたらもう食べられへんの？かわいいですね。ねえ。先日妻はカレーの時には人参をミキサーにかけて細かくしてカレーのルーの中に入れましたが、うん、私はすぐに、ははーん、人参入れたな。わかるん。とわかりました。そして妻に、俺が人参が嫌いなことをわかっていて、やってんやろと、大声で言ってしまいました。かわいそう。そうすると妻は、あんたの体を思って、一生懸命に作っているのにと、さらに大声で言われ。そうだ。私は、わかったわかった。食べるわと言うて、よかった。シュンとして食べました。シュンとするんや。シュンとするんですね。やはり妻には感謝しています。ああ、よかった。そうね。いや、僕はもう野菜大好きですしね。嫌いなのないですか、あのブローさん。嫌いなもの。嫌いな野菜？野菜じゃなくても。え、嫌いなもの？嫌いなものなんやろうな。特にないな。あ、ないんですね。じゃあいいですね、奥様も。そうですよ。もう存分腕が震えて。でも人参嫌いって今の子供では減ってるって言うじゃないですか。あ、ちょっと甘なってきたから。昔なんか人参ってちょっと確かに人は青臭いっていうか癖あったけど、最近上手にね、なんか美味しくなってるから。それはあるかもからね。ねえ、だから大丈夫じゃないですか、ハッピースマイルさんもね。ねえ。いや、でも奥さんが偉いですよ、そんな。もう私絶対そんなミキサーにかけてとかそんなめんどくさい。めんどくさい。えらい。嫌やったら食べんといて、みたいなこと言うの。私もそう、そう、そうですよ。いや、もうそのなんか愛情がね。まあ最後はちゃんとあの、シュンとして食べてくれてよかったですけどね。そう、でもね。感謝しない。野菜ね、やっぱり、食べないとね。ね、野菜大事って、ね。もう、ビタミンも、ミネラルも、もうほんまにいっぱいいっぱい入ってますからね。そうですよね。体のこと思って、奥さんがやってくれてるからね。そうです。まあ最後にちゃんと感謝の言葉があったからね。許します。じゃあ行きましょう。このお便りの、ほのぼの度合いは。まあこういうことで喧嘩になるっていうのはね。仲いい証拠ですよね。まあね。ね、そんな些細なことね。じゃあこちらもご紹介しましょう。こちらは西宮市にお住まいのラジオネームトコトコミシンさん。66歳女性の方からいただきました。はい。のぶりんのぶこさん、おはようございます。おはようございます。今年の春、小学1年生になった孫。男の子は新しい環境になり対応していけるか周りは心配しましたが、なんとか頑張って学校に通っています。先日早く帰ってくるというのでお迎えに行ったのですが、遠くから私の姿が分かった孫は走って近づいてきてバーバーと満面の笑みを浮かべ1年生の顔をしていました。子供というものは一学年進級することにより顔つきまで変わるんだなぁと思い嬉しくなりました。バーバも一歳ずつ年を取るごとに何かに挑戦しなくちゃと思いました。いただきました。いや、一年生、そっか。一年生の頃はね、まだ、あ、見つけてくれてね、バーバー来てくれたーんとかって言ってね、ってね、なるけども、だんだんね、それがね、もう4年生ぐらいになってきたらね。そうです。4年ぐらい境ですかね。それ、その辺になってきたらね、なんかね、恥ずかしいのよね。あ、そうです、そうです。あの、おばあちゃんが、あ、そうですね。お前のおばあちゃんかとかって言われて、ね。あ、そうですよね。いや、違うとかって言われて、ね。いや、寂しいわ。そんなだった寂しい。そうですよね。でも、それが来ますよね。嬉しいんだけども、照れくさくなってくる。思春期。ね、特に男の子そうですよね。今のうちにたっぷりね。うん、そう。もうバーバーって。いや、でもやっぱ顔つき変わりますよね、子供ってね。ああ。もう本当に1年生上がるごとにってなんかわかる気がする。そうやね。うん、だこっちも顔つき変わってるんでしょうね、1歳年取るごと。そりゃそうやろね。そんな、悲しそうな顔しんかって。そう、頑張ります、頑張ります、ね。バーバーって言われてんの？言わせません。言わせてません。のんちゃんって呼ばせてる。なんで？のんちゃんって呼ばせてる。のんちゃん信子やから。はい。のんちゃんって言う。最近のんとか言うて。のんとか言うて。のん。かわいい。のんちゃんっているよな。絶対言わせないばあばとか。あの、ね、口とんがらして喋る子な。いましたっけ。のんちゃん。いいじゃないですか。うん、もうそうしつけてますからね。そう、でばあばでもいいですけどね。じゃあ行きましょう。このお便りのほのぼの度合いは。
ね、ずっと言ってほしいね。ずっと言ってほしいね。バーバってね。ね、そうか。うん、じゃあ今週の夫婦大賞を決めないといけないんですけれども。はい。いやもういつも本当に悩むんですが、うん、ハッピースマイルさんの奥様に差し上げたいなと。おー。ハッピースマイルさんに決定です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。お礼を込めて、信郎さんの正直筆サイン入りクリアファイル、はい、奥さんに差し上げてください。待っていてください。皆さんから夫婦なエピソードお待ちしています。以上、私の夫婦でした。ノブリンの熱々夫婦。番組では私の夫婦エピソードを募集中。あなたの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふっと笑ってしまうようなエピソードを番組までお送りください。メールは夫婦アットマーク mbs1179.com、 fufu アットマーク mbs1179.com まで。豪華プレゼント盛りだくさんですよ。皆さんのお便りお待ちしています。思い出夫婦。あの日、あの時、あの音楽。このコーナーでは皆さんからいただいた人生の思い出にまつわる曲のリクエストをご紹介します。本日のリクエストのお便りはこちらです。堺市北区にお住まいのラジオネーム寂しがり屋のようちゃんさん、男性の方からいただきました。はい。大学時代に付き合っていた彼女と卒業後、社会人になって六甲山にドライブデートをする機会がありました。デート終わりに彼女を自宅に送り届けるとき、雨が降ってきました。タイミングよく自作で作ったカセットテープからこの曲が流れてきました。青春時代の大切な良い思い出です。ではお届けしましょう。XJAPAN エンドレスレイン。自作のカセットテープっていうのがいいですね。この曲を聴きながら、ね、六甲山にドライブデート、ドライブデート、帰る時にまたこの曲っていうのがね、そんなことしたことないわ。本当ですか。いいなあ、いいなあ、いい感じですね。いい感じ。青春時代の青春時代思い出ですよ。本当や、あのねねの曲がここで流れてもダメですね。ダメです。ダメですか、はい、そうですか。さあ、この曲は1989年、昭和64年の曲、平成元年の曲ということなんですが、うん、さあここでクイズいってみましょう。はい。メンバーの YOSHIKI さんといえば、うん、数々の伝説を残していらっしゃるんですが、はい、中でも有名なのが、とあるライブの前日、リハーサルの際に注文した食べ物があまりにも辛かったために激怒して家に帰ってしまったというエピソードです。その食べ物とは一体何だったでしょうか。はあ、辛いのは苦手なわけですか。あまりにも辛かったんですよね。好きなんやろね。好きやから頼んだんでしょう ね。これにするで自分で注文した。あんまりにも、あまりにも辛かった。怒るぐらい辛かった。ああ、なんでしょう。大体わかります。わかりますか、うん、何でしょう。麻婆豆腐。ああ、辛いのある。違うんですよ。辛いもん。でも辛いといえばもうこれですよね。辛いといえば。これは大体辛いもんじゃないんですかね。え？私は無理だ。カレー？カレーですか？カレーです。カレーでそんな辛いのってあんのか、いくらでも、ね、いくらでもできるよね。よっぽど怒るほど辛かったんですかね。だから美味しいっていうのと辛いっていうのと違うよね、またね。通り過ぎる時ありますよね。あるよね。それちょっと、いや美味しいもん食べたい、ね。いや、そういうことですよね。そうか。よくあれですか、こう怒らはる人なんですか。よくわからないですけれども、うん、かなぁ。かなぁ。ということで、このコーナーでは皆さんからのあの日あの時に聞いた人生の思い出にまつわる曲のリクエストお待ちしています。今回リクエストをご紹介させていただいたラジオネーム寂しがり屋のようちゃんさんにはこちらです。お肉の雅屋から
プロが厳選した7000円相当の焼肉用のお肉とオリジナルブランドの焼肉のタレみやびをセットにして差し上げます。焼肉のタレみやびは多数の店舗で販売していますが、店頭に並べてもすぐに品薄状態になるという大人気商品です。美味しさのあまりご家族全員が笑顔になることを。いややっぱり美味しい程よい程よいね程よいね美味しい焼肉食べたいよね食べたいですね本当に はい、はい、以上思い出夫婦でした。ナブリンの熱々夫婦 AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。続いてはこのコーナー、聞き逃しサンデー。このコーナーは和田カルシウム製薬の提供でお送りします。おはようございます。 MBS ラジオのしゃかりきプレゼンタービッグムーン大月こと大月勇です。のぼろうさん、遠藤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今日ご紹介するのはおなじみのあの商品がさらにパワーアップいたしました。こちらです。和田カルシウム製薬から大人気のお料理カルシウムがパワーアップして新登場です。お料理カルシウムプレミアムのご紹介です。イエーイ。お料理カルシウム。お料理カルシウム。これはね、もう皆さんにもおなじみの、はい、まあ、いろんなお料理に、もうこれをパッとね、入れるだけで、重要なカルシウムがしっかり取れますよという、はい、まあ、人気商品でございます。ね、うん、まあ、というのも皆さん、はい、カルシウム、足りてますでしょうか？どれぐらいで足りてるのか、そうですね、全然わからないです。ああ、そうですよね。今足りてるのかどうか。あのね、いや、実はね、我々、日本人に、全くもって足りていない栄養素が、カルシウムです。え？そうなの？いや、そうなんですよ。このね、もう、そうなんや栄養過多のこの時代におきまして、うん、あのね、これ、戦後統計を取り始めてから、一度も基準値を満たしていないのが、カルシウムなんですよ。へえ。そうなんですよ。日本人でね。いや、魚とかはよう食べますね。いや、でも魚もね、じゃあ、目指しとかね、うん、もう、十何尾とか、二十尾近く毎日食べてますか？言ったら食べてないでしょ。食べてない。食べてない。なんかチーズとか、あれ、6P 全部毎日食べてますか？言ったら食べてないでしょ。食べてない。いや、そうなんですよ。あのね、日本は、軟水。うん、水がね、はいはいはい、まあ、軟水であるっていうことから、はいはいはい、まあ、作物も、そのカルシウムが、基本的にカルシウム少なくって、うん、まあ、硬水をガブガブというか飲んでる、うん、まあ、欧米人と比べても、圧倒的にね、カルシウムの量が少ないんですよ。アメリカ人の半分ぐらいですよ。水関係。日本人は。へぇ、その代わり軟水はね、お茶とかね。あ、そうそうそう。まあ、美味しいんですけどね。でも本当にその基準値を一回も満たしたことがない。で、これ厄介なのが、はい、まあ、例えば足りていない栄養素があったら皆さんそれはまあ食べて補いたいし、一生懸命取りますよね。それでね、まあ、お腹が空いたら、はい、これもう辛抱たまらんようになって、はい、なんか食べますよね。食べる。ね。うん、喉が乾いたら、うん、これ辛抱たまらんようになって、うん、飲みますよね。飲みますよ。でもね、うん、これカルシウムは、足りなくなると、うん、これね、辛抱たまらんようになると、うん、これ人間って無意識のうちに、骨をも溶かして補おうとするんですよ。自分の。ええー、だから、カルシウムが足りてないって言うて、なんかね、勤めて、小魚が食べたくなるとかじゃなくって、うんうん、足りていないと、もう、まあ、無意識にも、わかるんですけど、体が、もう、そうわかった時点で、うん、まあ、貯蔵庫である骨、まあ、例えば、人間50キロ体重ある人は1キロがカルシウムなんですね、骨なんです、ね。骨なんです、まあ、そこから、その、うんうん、それを溶かしてでも、補おうとしてしまうっていうのが、これ厄介なんですよ。それ厄介やな。厄介だ。だから、結果、その、骨がスカスカになる、骨粗しょう症になる、もろくなるということで、まあ、すごい太い、骨がね、うん、もうスカスカになって、ある日突然、ボキッと、もう、ふとした拍子に折れてしまうっていう事態。そうね。そんなことでっていうのね。そうなんですよ。で、しかもなかなか治らないっていうね。不足してるんですよ。はい。っていうのも、
このカルシウムの吸収率っていうのは、年、うんうん、とともに落ちていきます。若い時は、その、まあ、足りていないというか、少なくても、吸収率がいいので、うんうん、なんとか、まあ、キープできてるんですけど、うん、どんどん年とともに吸収されにくくなるんですね。やばいそれ。やばいですよ。ね、60歳を過ぎると、3倍のカルシウムが必要になると言われてる。でもね、そんなこと言われても、食は細るじゃないですか、逆に。そうよね。それですよね。じゃそれだけの量を、もり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 、食品で取れますか言ったら、取れない。取れへんよ。でね、特に、更年期を過ぎた女性は、要注意で、はい、よく聞く。これ、女性ホルモンのエストロゲンっていうホルモンが減少しますと、これまたカルシウムの吸収率が悪くなって、で、あと、骨を作る速度も遅くなります。だ骨密度がすごいね、下がるっていうのもありますもんね。そうなんですよ。これまた年齢とともにとか、あと更年期でね、この骨を作るスピード、人間ってね、実はね、4年で1回、骨って作り直してるぐらいなんですよ。オリンピックみたいに。その骨を、まあ言うたら壊して、また新しい骨を作るっていう作業を、まあ人間ってしてるんですけど、その作るスピードが遅くなって、でも、どうしたらいいんですかね、もろく、壊すスピードの方が上がっていくという。そういう、そうなんですよ。大変な事態に陥って。なんとかしたい。そうです、そうです。そこで、ご紹介するのが、おすすめなのが、このお料理カルシウムプレミアムでございます。プレミアム？はい。これ、特保とは違うんですけど、機能性関与成分として、マルトビオン酸カルシウムっていうのが、入っております。これがね、プレミアムなんです。このマルトビオン酸カルシウム。このね、マルトビオン酸カルシウムに、カルシウムの吸収を促進する働きがありますので、丈夫な骨を目指したいという方におすすめなんですね。で、このマルトビオン酸カルシウムがどれだけこのカルシウムの吸収率を上げるか、ちょっとわかりやすい例があります。それはね、このマルトビオン酸カルシウムがあると、牛乳1本飲んだら、牛乳2本分のカルシウムが吸収されます。どういうこと？なんかすごい、ちょっと。マジックや。マジック、ちょっとトンチみたいな感じでしょ。それすごいやん。1本しか飲んでないのに2本分のこと。それぐらい、だから吸収率が、吸収率アップするんですよ。普通、マルトビオン酸カルシウムがなかった時の牛乳1本で、吸収できるカルシウムと、このマルトビオン酸カルシウムがあると、そのカルシウムの量が倍になるわけです。2倍になる。それぐらい、すごいでしょ、カルシウムの吸収を高めるんですよ。なので、私先ほども言いました、その年齢を重ねるにつれて低下していく、骨密度、気になる、その、中高年の方、特に女性に、そうですよね、ほんと。これ、役に立つ、お料理カルシウムなんですね。いや、もう助けてもらいたい。はい。はい。助けてもらいましょう。っていうの、本当にね、食品で取れないんだもん。しょうがないですね。こういう、ものが出てるので、しかも、カルシウムのプロ中のプロの、和田カルシウム製薬さんが出してるので、もう安心なんで。そうやん。はい。でね、持ってきました、スタジオに。これ、チャック付きのね、白い、袋に入ってまして、ここに、カルシウム、マルトビオン酸カルシウムが、これ白いですね、粉。入ってます。で、こちらお料理に、さっと、スプーン1杯とかね、入れるだけでもう大丈夫なんで。はい。簡単ですね。簡単。お米炊くときもいいとか言って。お米炊くときにもこれとかね。はい。お味噌汁。味噌汁もいいし。作るときに入れたりとか、煮物を作るときに入れたりとか、お好み焼き作るときとかでも、そのネタの方に入れたりとか、で、ご飯炊くときとか、あと、この時期、今の、これからやったらね、麦茶。
麦茶とか、はい、麦茶とか温かいところに入れるんじゃなくて、冷たいところでも大丈夫ってこと。これものすごい溶けやすいんですよ。で、無味無臭なんです。これが特徴です。で、今日ちょっとね、その味を確かめていただくために水、水を用意しました。もうこれに今お料理カルシウムプレミアムが溶けてます。あ、もう溶けてんの？ま、溶けてるんですよ。全然透明、全然まあ、まず色は何もない関係ないです。水かなと思って。無色、無色ですね。うん、はい。飲みます。これ入ってんの？入ってますよ。匂いはしない。うん。味も何もない。何もない、お水。お水やね。お水でしょ、うん、入ってるんですよ。入ってるの？入ってるんですよ。でもだから、味を全く邪魔しない。へぇー。お料理の味そのままで、カルシウム、しかも吸収率がものすごくいい、カルシウムが今、まあ、入ってるわけなんですね。助けてもらおう。はい。だから、しかもね、これ嬉しいのは、このマルトビオン酸カルシウムって、その、カルシウムの吸収率を高めてくれるのはもちろん、はい、その吸収率のアップが、8時間ぐらいね、持続するんですよ。へぇー。だから、うん、あのね、コツとしてはね、朝おすすめです。はいはいはい。朝、切って8時間のうちに、このマルトビオン酸カルシウムを、はい、まあまあ、お料理とかに入れて、まあな、食べてもらうと、8時間なので、うんうんうん、お昼に、普通に食べる、お昼ご飯からも、カルシウムの吸収率を高めることができるので。そっか、いいです。その後食べたもののカルシウムが。もうそういう食事にもね、普段の食事にもカルシウムってやっぱりあるわけですよ。ありますよね。それを、やっぱり、まあ、ちゃんと、そう、取ることができると。だとにかく、毎日、足りていない栄養素なんで、で、やっぱその骨を、まあ、スカスカにしたりとかね、溶かしてしまうので、やっぱ毎日、コツコツやっぱり続けることが大事なんですね。骨だけにね。なるほど。それが言いたかったんですよ。ここまで時間かかりましたけどね。だから、キッチンのこれ目立つところに置いてほしいんです。例えば炊飯器のもう横とか、もう食卓の目立つところに置いてもらって、まあ、味本当に邪魔しないので、ちょっと入れてもらうとかね。これなんかよくカルシウム不足したらイライラするとか言って、はい、思春期の子とか、なんか家族でね。いや、そりゃそうですよ。カルシウムってだって育ち盛りのお子さんから、ね、それ働き盛りの皆さん、そして、まあ、ご高齢の方にも本当に大事な栄養素なんで。ね、はい。まあ、忘れずに使っていただきたい。はい、だから、とにかくね、折れる前に、もう折れてからでは遅い。骨折とかよく聞く。いや、作るスピードも遅くなってるんですから。なんかこの、太い骨でも、もうスカスカになるっていう話聞いたことある。大腿骨がある日に。見えないから怖いんだ、ね。なんかした、ちょっとつまずいた弾みとか、なんかくしゃみした弾みでとかいう方も。いますから、うんうんうん、まあ、そっからね、だんだんその出るのが奥になってしまったりとか、ね、寝たきりになったりとかする前に本当にね、カルシウム努めて取ってください。このお料理カルシウムプレミアムという素晴らしい商品が出ております。はい、はい、こちらね、そのチャック付きの袋 126g 入りでして、はい、これ通常税込み送料込みで1830円。めちゃめちゃ安いです、ね。だからいやもう本当にね、続けやすいお値段になってるところなんですが、もう今日はさらに、この番組、聞き逃さんでお聞きの方に限りまして、はい、和田カルシウム製薬さんがまとめ買い特別セットっていうのを作ってくれています。はい、これで、2袋で、税込み、2480円、送料無料。で、4袋なら、4280円で送料無料でお届けいたします。すごい安い。一袋がこれ、1830円だから、2袋セットやったら1180円もお得なんですよ。うわ4袋セットやったら3040円もお得っていう。計算なの、もう断然、まとめ買い。4方がいい。やし、もうほんと続けてほしいんです。しっかりね、骨太生活を目指してください。はい、なお、特別価格は今日限定、お支払いはクレジットか代引きでお願いしたいんですけど、はい、その手数料も和田カルシウム製薬さんが負担してくれます。ありがとうございます。で、便利でお得な定期コースもありますんで、はい、もうほんまに、これ、丈夫な骨作りたいということは、これもう続けてください。はい。はい。はい、では、お問い合わせの番号を申し上げますんで、メモのご用意でしょうか。いきますよ。はい、フリーダイヤルです。0120-28-0928、はい、
うん、もう一回言いましょうか。お願いします。はい。0120-28-0928。和田カルシウム製薬です。夜9時までの受付でございます。はい、で、まあ、今から30分間もね、オペレーターも増員して、お待ちしていますし、和田カルショップってね、ちょっと一遍検索してみてください。カタカナで。和田カルショップって検索して、そのホームページでも、クレジット払いのみで、今日限りの特別価格で販売します。うん、はい。はい。という、まあ、今、物の値段も上がってますけど、非常にこのまとめ買い特別セットっていうのはね、うんうん、お得に買えるチャンスなので、はい、賢い人はこれです。はい。はい、たくさんの電話お待ちしております。以上、聞き逃さんデーのコーナーでした。ナブリンの熱々夫婦 AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。さあではここでのぶりんあのねのコーナーに行ってみたいと思います。はい。今日は堺市北区にお住まいのラジオネーム小浜の和田ちゃん聞いてる56歳男性の方です。とうとう伝言になってきました。あ、それがラジオネームなんですね。ラジオネーム聞いてる聞いてるっていう小浜の和田ちゃん聞いてるかな、聞いてる、はい、というラジオネームの方からいただきました。はい、のぶりんあのね、うん、結婚30年になるので嫁と行こうとあのねのね、クルージング&ライブにすぐ申し込みました。おお、この間ね、お知らせしたんですよね。そう、でもね、あっという間に完売になったと聞き、一安心でした。もうあっという間だったんですね。そうそう、この方は。うん。あっという間だったんですね。そうだ、11時間でね、チケット売れたんですって。すごい、どんどん記録が。何、ね、何なの人気があるんです。そういうことです。そうかな。そうです。でもよくよく考えると、私、船酔いするんですけど、うん、大きな船だから大丈夫ですよね。ライブで楽しめるから大丈夫ですよね。うん、船酔いがちょっと不安ですが、ライブは嫁ともども楽しみにしております。いただきました。ああ、なるほどね。船酔いね。ちょっといらっしゃるかもしれませんね。頼んだものの船酔いするかなと。あのね、うん、大丈夫です。あ、よかった。うん、これ550人乗りの中型の船なんですけど、はい、うんうん、これがね、またおしゃれな船でございまして。かわいいデザインの船ですよね。おいで、ちゃんとね、その、船酔いするような人にも大丈夫なように、うん、はい、船がね、うん、双胴船という。双胴船。はい。だから、足が両方、右左についてるような船、船底が。船底に二つこう。足があるような感じ。はい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 。だから揺れがね、少ないんですよ。なるほど、うん。バランス取れるんですか、ね、バランスが取れる。まるであのねのねのように。うん、どうかな。これでライブは停泊中にしますので。止まってる時にライブやる先に。はい。はい、でも多少はこう揺れが。多少はね。ね、ありますけども。うんうんうん、でも楽しい曲をやりますし。はい。で、皆さんも笑顔ばっかりです、周りの人は。うんうん、ね、うん。だから、酔うわけがない。そうですね。一緒に体を弱してね、うん、何か分かれへんようになるぐらい楽しいと。そうなんです。うん。ほいで、はい、これ、停泊中の方が、揺れるという、うん。そうなん、あ、説もあるんですけども、その後、クルージングしますから。はいはいはい。ライブが終わってからクルージングしますから。うん、うん、うんうん。それはまたもう最高ですよ。気持ちいいと思いますよ。夕日が見られますよ。あそこ夜景もすっごい綺麗ですからね。はい、うわぁ、のぶろうさんたちと夕日を見て、思い出作ってください。はい、せやから、ちょっとやっぱり心配やなという人は、うんうん、30分前までに、船に乗る。はい、うんうん、30分前に、酔い止めを酔い止めね、もう飲んどいたらいいですよ ね、 飲んどいたらね。もうお守りみたいにして、うんうん。そうそう。そしたらもう大丈夫ですから。わ、はい、かりました。はい。まあ基本的にはね、酔いにくいと思いますけど、うん、念のため、はい、心配だったらそういうことで、もうぜひ存分に楽しんでください。はい、ね、言うてくださいね。うん、小浜の和田ちゃん聞いてるです、言うて。
言ってください。酔いませんでした言ってね、言ってもらいたいですね。そうそうそう、ありがとうございました。はい、小浜の和田ちゃん聞いてる？さんにも、のぶりんの書、直筆サイン入りクリアファイル送らせていただきます。待っていてください。はい、ということで、そろそろお別れのお時間です。お時間が来ましたね。皆さんも私のうふふのコーナー、私のうふふのコーナーですね。はい、こちらに、ふっと笑ってしまったエピソード、はい、お送りください。可愛らしいのぶりんの書、直筆サイン入りクリアファイル、ゲットしてください。それから思い出夫婦のコーナーは、人生の思い出にまつわる曲のリクエストです。こちら美味しいお肉を狙ってください。はい、お待ちしております。お別れの時間が来ました。お相手は原田信郎と遠藤信子でした。それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。この番組はバリューネットワーク、生豆腐の藤田食品の提供でお送りしました。これで全部か、みんな揃ったか、他にいないか、サルキャッキャッキャ、ヘビニョロニョロニョロ、ジャイアントババもオッププー。